この間ですね、愛知で行われたロボットテクノロジージャパン2022というロボットの展示会に参加してきました。そこではですね、まあ、ロボットがたくさんあってですね、人のサポートだったりとか、もうロボット自身が動いて加工したりみたいな、まあ、いろんな展示が、ね、あって、それをね、見てちょっとロボットすごいなと、ロボットにめちゃくちゃ興味が出たんですね。で、まあ、実際僕って機械加工をずっとやってきたわけで、ロボットに関わることって全然なかったんですけど、ちょっとこれからロボットの時代来るなと思って、とある会社に問い合わせたところですね、ロボットを貸してくれますと言っていただきました。ロボットって買えるんですけど、まあ、数千万とか数百万とかね、ピンキリであるんで、まあそれを購入するのはちょっとハードルが高いんで、ちょっとレンタルしてくれる会社が見つかりましたんで、借りることになったんですが、ロボットを動かすにはね、資格がいるんですよ。で、とんこつさん資格持ってますかっていうふうに聞かれて、当然僕持ってなかったんで、急遽ですね、ロボットの講習を受けに行くことになりました。というわけで今から行ってみたいと思います。川崎重工株式会社の 100% 子会社である川崎ロボットサービス株式会社に来ています。まあ、こちらでですね、ロボットスクールっていうのを受講して、まあ安全講習だったりとか、デュアラを使うための、まあ、ティーチング技術なんかを学んで、デュアラを使えるようになりたいと思います。はい、こちらが講習を受けるエリアで、手前にあるのが共同用ロボット、安全柵の中にあるのが産業用ロボットとなっています。1日目はですね、午前中に安全講習ということで、ロボットを取り扱うための基礎知識、安全意識なんかを高める講習を受けました。他にもですね、ロボットの基礎的な部分、どういったロボットの種類があるのかなんかを講師の先生にお話を伺って、お昼ご飯を食べました。この日はね、ハンバーグ弁当でしたね。非常に美味しかったです。コーヒーとかもね、飲み放題でしたね。おはようございます。今日もですね、産業用ロボットの特別教育を受けに来ています。昨日は主に安全講習とか、まあ、軽く、各軸を動かすくらいの程度だったんですけど、今日はより本格的な、プログラムを組んで、複合的に、ロボットを動かすっていうのをやっていくそうです。はい、2日目はですね、1日目の午後にやった冊子の続きを行いつつも、ロボットの操作に少しずつ慣れていこうということで、こうやってね、ロボットを操作したりしていました。まあ、こうやってね、タブレットを使って直感的に操作できるのがこのデュアルの特徴なんで、非常にね、初めてなんですけど、とっつきやすく、講習を受けることができました。こんな感じのね、ちょっと、複雑なプログラムもすることができます。で、お弁当はですね、エビフライと唐揚げがあってですね、非常に満足度の高いお弁当でしたね。で、こちらはよりちょっと複雑なプログラムを組んだやつで、ハンドにですね、エアーツールを取り付けて紙を実際に運ぶような動きをしたものになっています。こちらもタブレットで全てプログラムを組んでいます。で、こちらが最終課題のプログラムを動かそうとしているところですね。最終課題というのは、映像を見てその映像の通りにロボットをティーチングするというものでした。結構ね、これが難しくて、映像を何回も見直してやったりとか、ロボット同士がね、干渉しそうになったりで、ヒヤヒヤしながらやった記憶があります。よっ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 よいしょ、おいしょ、はい。というわけで、工房にロボットが導入されました。で、こちらのロボットのね、説明をしたいところなんですが、僕そこまでもまだね、こちらのロボットについて詳しくないので、専門の方お呼びしておりますので、登場してもらいたいと思います。お願いします。こんにちは。こんにちは、ロボカルの日比野です。はい、ですね、こちらの、川崎重工が作られているデュアロという機械を、ロボカルさんから今回お借りしました。ちょっと軽く自己紹介だけ。はい、ロボカルという会社はですね、ロボットを導入したいというお客さんからの声、とにかくロボットを簡単に入れられるようにお手伝いする会社です。おお、なるほど。今回もですね、ご要望いただきまして、このデュアロをレンタルさせていただきまして、はい、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。私自身はですね、このロボット業界で20年近く、こういったロボットをお客様の工場の中に導入するという仕事をさせていただいてまして、はい、で、このデュアロに関しても、多分ですけども、
世界で一番販売してきたと思ってます。もうデュアロについてはプロフェッショナル、はい、任しておいてください。おお、なるほど。で、今日このデュアロについて説明させていただきますけれども、このデュアロの最大の特徴、はい、人と共存できる共同型スカラ双腕ロボットになります、はい。まあ、共同ロボットそうですということで柵がいらないことですね。そうです。とにかく人のそばで作業できるロボットになります。で、万が一ロボットのアームがですね当たったとしても、このロボット自動で止まります、はい。しかも触っていただいたように、はい、柔らかい、プニプニして当たっても痛くないです、はい、というのが特徴になります、はい。また先ほど豚骨さんがロボットを引っ張ってきたように、うんうんうん、下にキャスターがついてまして、はい、移動できる、とにかくシンプルに簡単に現場に設置できるというコンセプトになってます、うんうん。まあ、目的地まで移動してアジャスターで固定するってことですね。そうですね。で、しかもですね、じゃあこのロボットに動きを教えようというときに、はい、このロボットのアームを直接動かして動きを登録することができる、すなわちダイレクトティーチング、はい、勉強しました、はい。僕の今までのロボットのイメージってティーチペンダントっていうでっかいリモコンみたいなので、ちょっと小難しそうにティーチングするイメージなんですけど、本当に直感的にその場所に持っていくだけでロボットがその場所を覚えてくれるっていう、本当に使いやすいロボットですね。そうですね。で、しかもロボット業界初のですね、一般的なタブレットにアプリをティーチングプログラムアプリを入れて使えるという、はい、これ世界初の試みで、このロボットだけです。あ、そうなんですね。そうです。なので、このペンダントの中でロボットの動きをプログラムすることができるというのも画期的なシステムになってます。いや、僕も初めてでしたけど、ロボット触るのめっちゃ簡単でした。もう誰でも使えると思います、勉強すれば。一言で言って、とにかくシンプルに簡単に現場に入れられるロボットとしてのコンセプト、うん、これがデュアロです、うんうん。で、しかも腕が2個あるんで、まあ、一般的な、ね、よくある多関節ロボットではなく、本当に人間の代わりになるような動きができるロボット。で、こちらの、ね、ハンドを付け替えることによっても、いろいろアタッチメントを付け替えて、いろんなことを手伝ってもらえるようなロボットになっているんですね。その通りです。じゃあ、ちょっとこちらのデュアロを使った動きをちょっと皆さんに見てもらおうかなと思います。はい、はい。というわけで電源が入りました、中にコンピューターが入っているファンの音がするんですけど、非常に静かで、まあ、工場に入れても全然違和感がないかなと思います。で、衝突実験を、早速やっていきたいと思うんですが、非常に危険ですので、真似されないように気をつけてください。じゃあ、いきますいいですかお願いします。めっちゃ怖いけど、いきます。はい、こんな感じで、全然痛くないですね。あの、柔らかいんで、こんな感じで自動で衝突を検知して止まることができる。まあ、あの、このデュアロのアームのポイントとして、このように上のアームと下のアームが入れ替わるほどぐるぐる回ります。もう360度以上回る、近いぐらい回ると。なんで使い方としては、やっぱテーブルの真ん中にこのデュアロがいるような使い方がいいんですかね。それがこのデュアロを特徴を生かした使い方になりますね。人は前の作業だけですけれども、まあ、あの、人もこちらの作業と振り返っての作業というのができますけれども、このデュアロもそういった動きができると。で、またこの特徴として、後ろと前の作業を同時にするというところでいくと、人より優れた作業ができるようになります、うんうんうん。もう目で見えないところできるわけですね。そうです。人は目で見て確認しての作業しかできませんけれども、このデュアロは見ていなくても違ったところの作業が同時にできるというところも特徴になります、はい。じゃあ続いて、はい、2本の腕を使って物を運ぶというのを実際やってみましょう。はい、じゃあこの木の板をここに挟んでみて挟みます。はい、はい、こんな感じで、まあ、本来こんな使い方絶対しないんですけど、まあ、トレーだったりお盆みたいな形状のものを運んでもらうみたいな使い方ですね。はい、では運んでみましょう。はい、じゃあ僕のところまでお願いします。おお、この距離を保ったまま動いてくれるんで、一定間隔でね、ものを運ぶことができると。
はい、じゃあこれ下ろせます。ああ、下にも横方向じゃなくて上下にも動くと。では離します、はい、おお、すごい。こんな感じで共同作業ができる。はい、今見ていただいたこの木を搬送する作業なんですけれども、はい、ただ見たら何がすごいのって思ったかと思うんですけれども、うんうんうん、これをですね2台の別々のロボットでやろうとした場合できますかってことなんですよ。パッと見できそうですね。考えたらこう持ち運べそうなイメージですが、できません。できないと。なぜかと言いますと、2台のロボットが横並びにいた場合、物を2台のロボットで挟んで横に運ぼうとしてもですね、運べますか？運べないですね。こう説明伝わるかな。軸が固定されてるんで、ここがこう離れていくというか、こうバックドロップしかできないです。ああ、そういうことですね。はい、このギワドの特徴はこの1軸目が同じ軸上にあります、うんうんうん、それことによって挟んで横後ろに運ぶっていうことが可能になるってことです。そういうことか。いや、それ僕も今初めて理解しました。できそうですよね。でもできそうなんけど本当できないですもんね。できないです。特に大きなものを運ぼうとした場合、それがよくわかると思います、うんうんうん、人間だとこうなるけど、これはここが動くわけですもんね。人間と一緒ですね。人間のこのここがねじれてるのと一緒だ。はい、分かったかな。ここが人でいう腰。はいはいはい、ということです。なるほど。そこから腕が2本出てるから、はい、腰を回せば運べます。あ、そっか、はい、なんかここが2個のやつありますもんね、ロボットで。はい、あります。それだと無理なんだ。無理です。そういうことか、すげえ。次にですね、はい、ロボットというのはあくまでアームであって、手の部分はそれぞれに応じて変えていくことになります、はい、でこのハンドと言われる手は川崎重工さんのロボットのオプションになります、うんうん、はい、でこのハンドはエアの力で物をチャックするというハンドになります、うんうん、何か実際持たせてみましょうか。はい、今回こちら、ユーターを用意してみましたので、はい、こちらを掴ませてみます。掴みます。はい、おお、はい、まあ、このようにですね、道具を持たせてプログラムを組んで動作をさせれば、うんうんうん、実際人に代わって作業ができるというイメージがつくと思います。そうですね、もうこのままバリ取りも行えますし、まあ、電取りに変えたらネジの締めだったりとかそういうこともできると。はい、まあ、本当に人間が道具を持つようなイメージでロボットに道具を持たせてあげることができると、これがロボットですね。そうですね、特にこういった工具というのを人が長時間使っていると疲れますし、確かに長時間の作業で集中力も欠けますけれども、うんうん、ロボットは何も言わずに作業できますので、24時間動いてくれると、はい、はい、そういうわけですね。はい、はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、今見た内容って本当に触りの部分で、もっともっといろんなことができて、でせっかくレンタルしたんでこれからもっと使っていきたいわけなんですが、まあ、特にですね、僕の動画で昔にバズった動画、チュッパチャップスを開けてみたっていう動画があるんですけど、あれをロボットで再現したら面白いんじゃないかと思っております。であの動画って結局開けるとこまで行ったんですけど、その袋を外すことってできなかったんですよね。なんでそれをこのデュアロでやりたいと思うんですが、いけそうですかね。いけますね。いけます。結構複雑そうなんですけど、ハンドとかを考えればいけるもんなんですか。いけますね。いけます。それはちょっと、楽しみということで、これのデュアロのより詳しい使い方とか、それを実際にチュッパチャップスを開けるまでの過程みたいなところを、この後、ロボカルチャンネルで同時公開動画されてますので、そちらの方を見てみてください。ご視聴ありがとうございました。